黒。よいしょ。いけた。暗いな。ちょっと待った。暗いな。結構画面。よっしゃ。いけた。いけました。今日。こんばんは、皆さん。よいしょ。聞こえてる？大丈夫？ちょっと待ってくださいね。ちょっと待って、コメント止まってくれ。よいしょ。はい。コメントもらえた？固定できた。OK。あ、始まった。こっちじゃない。ちょっと待って。こっち。はい。いけた。うん。OK。こんばんは。聞こえます ?OK ですか？音声も。なんか暗いね。しょうがないか。なんかこの辺、なんかなかったっけな。よし。やりましょうか。ちょっと待ってくださいね。始めてますと言っときます。だってこれオフにしたらめっちゃ暗いもんね。よし、よかった。始めてます。よいしょ。こんばんは、皆さん。仕事全部置いてきちゃう。マジ？お疲れ様です。仕事早上がりして。マジか、ありがとうございます。皆さん。僕のために。ありがとうございます、皆さん。あ、よかった。声聞こえてますね。OK、OK。画面暗くない。大丈夫。OK。OK です。じゃあ、そうしましょう。ちょっと待ってね。インスタもやりますので。よいしょ。2024シーズン。ライブと、はい、インスタの方が明るいんだよな、多分。でもインスタは多分ほぼ見ないんで。よし、やりましょう。ちょっと待って、インスタの方も一応確認しておきますね。インスタ音声 OK ですかね。大丈夫そうですか。OK。一応こっちのライブは。メインじゃないんで、YouTube の方がメインなんで、待って、そっちに入ってこれる方は、ぜひお願いします。はい。ということで、皆さんこんばんは。改めまして。はい、今シーズンよろしくお願いします。早速、電気点灯後ろ、ちょっと待って。枕元、ここだ。あんま意味ねえな。あんま意味ねえ。うん、入り口とか、この辺じゃね？どう？変わんねえな。オッケーオッケー。いいですかね？これで。いきましょう。はい。ということで、皆さん、じゃあ改めまして、こんばんは。今年初ライブかな？去年の末？あれ？年明けやったかな？まあちょっと皆さんにはお久しぶりな感じはあって、今年これやれんのどうなのみたいなところはね、あったかもしれないんですけど、まあなんとかね、いろいろとちょっと、まあチームとも話し合いながら、なんとかこれね、開催できるっていうところまで行ったんで、まずはいよいよ今週から開幕っていうところでね、今シーズンの改めて目標だったりとか、思いだったりとか、あとはこう皆さんとこう改めて山鹿の、まあ、選手になった僕がこの山鹿のサポーターの皆さんだったりとか、もちろん今までの YS 熊本奈良のサポーターの皆さんももちろんそうですけど、皆さんとこう改めて、まあ、今シーズンはですね、松本山鹿の選手としてプレーするっていう点、まあ、思い抱負
まあそういったところもね、まあシーズンに向けてみたいなところを今日はお話しした、していきたいと思いますので、よろしくお願いします。ちょっとラグあるかな？すいません。ちょっとね、電波があんま良くないと思うんで、ちょっとラグは勘弁してください。はい。ということで、早速やっていきましょう。で、改めてですけど、ちょっと視聴者数エグいっす。なんか僕よく松本大魔がのね掲示板とかも拝見するんですけど、9時からみんな見るでしょみたいな感じでね、言ってくださっている方がいたりとか、視聴者数でびっくりさせてやろうっていうね、コメントと飛んでたんで、改めましてこんだけ来てくれるっていうのはすごく僕としてはやっぱり、まあ、やってる会というかね、本当にもともとは何年前、熊本の1年目、コロナになってから始めてっていうところでもうかれこれ4年ぐらいやってますけど、ね、本当に数十人っていうところから、まあ、徐々にね、本当にこう応援してくださってる方々だったりも増えてって、毎週やっていくとですね、もちろんいい時悪い時ありますし、いいチームがうまくいってる時、うまくいかない時、もちろんありますけど、でもやっぱこういう、僕の直接的な声っていうのをなかなか届ける場所っていうのがないんで、そういったのをこういった YouTube ライブで皆さんにですね、今の現状だったりとか、まあ、今シーズン改めての思いとかもそうですし、まあ、シーズン途中でもね、試合の振り返り、試合次に向けてとか、チームがね今苦しいですけど、これから共に一緒に前に向かっていきましょうとか、逆に今調子いいですけど、ここをねキープするためにこういうふうに皆さんと一緒にやっていきましょうとか、まあそういったことをですね、いろいろと話しながら、まあ1時間ずっとね、毎週やってきたんですけど、この山鹿に入って、まあ初めての選手になって初めてのね、このライブということで、本当にこんだけ来てくださって、まあ選手冥利に尽きるというか、今後また、さらにね、チームが調子として上向いていったりとか、本当にこう、優勝、っていうところに近づくにつれて、もっともっと増えていくと思うんで、それをまた楽しみにしながらですね、また皆さんも、こういったライブがやってるよ、みたいなところをね、皆さんぜひこう、拡散していただいたりとかもしながらですね、こう、一緒になってね、この1時間を盛り上げていただけたらと思います。で、ちょっと今まで結構、毎回コメントをずっと読んでたんですけど、ちょっとコメント数が、ちょっと段違いに今まで、ありすぎてですね、ちょっとなかなか拾えないところもあるので、パッと見て、なんかこれ拾えそうだな、みたいなところは、ありながらやっていくので、ちょっとね、もしどうしても読んでほしいってなんだったら、スパチャでお願いします。そう、僕はSNS ね、めちゃくちゃ見たりしてるんで、多分、いやー、坂はこれ気づかないんじゃねえかって思ってることとかも、僕見たりしたりとか、僕が引用リツイートで絡みに行ったりとか、普通にコメントしたりとかもしてると思うんですけど、まあ、そういった、こう、いろんなね、媒体で、どういうふうにね、こう、ファンの皆さんが一緒に僕らっちと歩んでくださっているかっていうところを、見てるので、ぜひぜひ皆さんもね、皆さんもこう、どこで見られてるかもわかんないですしね、ぜひ。楽しみながら1年間ね、過ごしていただけたらなというふうに思ってます。で、まずはですね、昨日かな、僕のちゃんとができたっていう報告がですね、SNS 上に届いて、いやー、ちょっとあれ痺れるなって思いました。皆さんわかりますかね？僕のちゃんと、聞いてくださった方も多くいらっしゃるんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、僕、湘南の風さんがすごい好きで、毎回試合前にですね、こう、モチベーション上げるために聞いたりとか、まあ、普段からもよく聞くんですけれども、スタジアム入りする、だからバスで最後、スタジアムに入る最後の曲をですね、湘南の風さんのビッグアップっていう歌で、おありがとうございます。あ、こういう風になるとね、ありがとうございます。ちょっと後で読んでいきますね。ありがとうございます。そう、ビッグアップっていう歌を最後に聞くんです。で、
そろそろ駐車場かなって思うときに、この、なんだろうな、時間をちょっと巻き戻ししたりとか、今の曲を次に飛ばして、ビッグアップを流したりみたいなのをやって、最後ね、この本当にスタジアム入るときに、ちゃんと曲が終わるようにっていう調整をね、なんか僕 A 型だからもわかんないですけど、その辺ちょっとこと細かくて、で、やるようにしてて、すごい、こう、モチベーション上げてるんですけど、まあ、それをですね、まあ、今年から、山鹿の浅川隼人のチャントとして、はい、作ってくださったと。で、僕の大好きな曲に、最高のね、こう、歌詞を入れていただいて、で、まあ、チャントが完成したんですけど、ぜひ、まだね、お聞きになってないっていう方はですね、もちろん僕の SNS からも飛んでますし、松本山鹿の、応援団のウルトラス松本の、SNS とかにも載ってる、あと YouTube とかにも載ってるんで、ぜひ検索したりとか聞いていただけてればなというふうに思いますし、もし原曲わかんないよとか、どういうふうな、まあ、一応、こう、リズムとかね、聞けばわかると思うんですけど、でも原曲どんなリズムなのかなとか、どんな歌なのかな、どんな歌詞なのかなっていうところを、ぜひ原曲も聞いていただけると、すごくテンションが上がる歌なので、で、一番最初、グランドブルーっていう歌で、YACC の2年目。それまでは、YS の選手で、本当に、こう、長年 YS でプレーしてる選手とか、ぐらいしか、ちゃんとがなかったんですけど、まあ、大卒1年目、1試合も僕出れなくて、で、2年目に、この YS で出始めて、夏ぐらいんですかね、ちゃんと作ってくださって、そこで初めて浅川隼人の個人チャントが湘南の風さんで、グランドブルーっていう歌で作ってくださったっていうのがまず入りとしてあって、で、まあ、その次にですね、スレンカ、熊本でですね、まあ、2年間僕が直接コロナの時期だったんで聞くことは叶わなかったんですけど、まあタオルを回しながらね、こう盛り上がる歌というような感じで、作ってくださって。で、奈良に来てから、ね、炎天下。ね、これもまた盛り上がる歌で、ゴール決めた後にね、いや、そもそもゴールを決めろっていう思いもね、かなり込められてるんですけど、ゴールを決めた後に皆さんが歌ってくださったりとか、途中でね、そういう風な、個人とちゃんと歌ってくださったりみたいなのが、こうあって、今までどっちかっていうと、このアップテンポで、こう、なんていうんですかね、なんか、まあ、フォワードの選手ってそういうようなイメージ、もしかしたらあるのかな、多いのかな、いろんなところのチームの弾いたりとかしてると。ただそういうようなちゃんとなんですけど、なんかね、ビッグアップは、まあ、僕が大好きな歌っていうのももちろんあるんですけど、心にずしずしくるというか、なんか改めてその、まあ、山鹿のサポーターの皆さんも、そうなんですけど、まあ、まだ僕も松本で、そこまでね、この多くのサポーターの皆さんとか、町の方々だったりとか、地域の方々と会ってるわけではないんで、まだそこまで、こう、松本の皆さんの人柄とか、そういうのを知ってるわけではないんですけど、やっぱり多くの選手、今まで既存の選手が、言ってるのは本当に温かくて、なんかこのすごくアットホームな感じもあるしっていうようなことを聞いて、で本当に、まあ、歌詞にある通りなんですけどね、この本当に、まあ、一緒に歩もうというかね、まあ、そういったのをこう歌詞に入れ込んでくれて、で共に本当に頂きまで、まあ、一緒に物語を作っていこうというような、ね、思いが込められていて、いやあれを本当満員のアルウィン、今年目標にしてますけど、満員のアルウィンで、まあ、得点を取ってっていうところはちょっとね、残念ながらその満員のアルウィンの日には叶わないんです。なぜかというと、ホーム最終戦が、リーグの最終戦じゃないんですよ。今年は、まあ、アウェーの宮崎で始まって、で、アウェー終わりなんですね、また。なので、その時に本当に最後、得点王が決まるかどうかっていうところなので、だから、本当は一番ベストは、ホーム最終戦が本当にリーグの最終戦であって、満員のアルウィンで、まあ、優勝はね、もちろんその前に決めたいですけど、まあ、優勝決まった状態でシャーレ掲げるのがホーム。で、なおかつ、浅川隼人の得点をも取る。で、ね、その最終戦でゴールを取って、
この歌聴けたら多分ね、終わった後感泣きしてるんだろうなっていうような、なんかこう思いが込められ、うん、なんか思いが込み上げるような、あのそんな歌に仕上げてくださって、あの僕はすごく何回もリピートしてね、皆さんもぜひリピートしながら、ぜひリーグ戦が始まるまでは始まるまでには覚えていただいて、口ずさんで歌っていただけたらなというふうには思ってます。はい、まずそれがね、一大、まあ、大きなというか、ちょうど昨日ぐらいのね、本当にタイムリーな話題なので、お話しさせていただきました。はい。でね、まあ本当に、鹿児島キャンプとかもね、このちゃんと、まあ最終日っていうところでしっかり終えて、まあ束の間のこのオフとね、少しこの選手と、こう、この間、昨日は、配球を見てきたんですけど、そういうようなところで、こうオフの日も選手とね、一緒に行動したりとか、やっぱキャンプって、僕はここまで長いキャンプをしたことがないんですけど、本当多くて2週間ぐらいかな。うん、なので、ちょっと最初はね、すごくどうなんだろうなっていうような思いはあったんですけど、でもやっぱり毎日選手と一緒にいて、まあ、四六時中、まあ、朝昼晩のご飯も一緒で、で、練習も午前あって午後あって、で、土日な、まあ、土日だけじゃないですけどね、試合があってっていうような、本当に四六時中選手とずっと一緒にいるんで、なんかこう、一人一人のこうパーソナリティをすごく理解して、で、練習試合とかで、どんどんその選手と、まあ、要求をし合うわけじゃないですか。自分はこういうふうに、例えば僕だったら、じゃあ、パサーの人に、こういうふうなパスが欲しいと。逆にパサーの人はこういうふうに動いてほしいみたいな、そういうような、この、お互いの要求の試合をして、この一つのね、ここっていうポイントを見つけていくんですけど、例えばクロスもね、ここに俺は絶対走るから、ここに出してくれ。ここに俺は出すから、ここに走ってくれっていうような、このポイントのね、共有をやっぱしていくことで、僕みたいな、この、すごい身体能力があるわけでもない、この、背もね、すごい大きいわけでもない選手が、やっぱ点を取るためには、やっぱり味方の選手の、そういったね、特徴も理解しないといけないし、逆に僕の特徴も理解してもらって、一緒の絵を描けないといけないんですね。で、そういった意味では、本当にすごく充実した、キャンプを、送れたなっていうふうには思っていて、だから、まあ、かなりね、試合数も多く、やってきましたけど、まあ、その中でゴールすること、アシストすること、やっぱ今年は本当にそういった結果っていうところを示し続けること、それをですね、僕自身は、やっぱりサポーターの皆さんもそうですし、チームメイト、また、チームスタッフには見せていかないといけない。僕がそれで引っ張っていかないといけないと思っているので、そういった意味では、まずこの1ヶ月ぐらいのね、キャンプでは、まあ、怪我をしなかった、怪我をしないで、まずはね、やれてるっていうところもそうですし、自分のこの特徴っていうところと、自分はこういう選手だよっていう結果っていうところでも、示して、いけてる、キャンプなんじゃないかなと。あとは本当に公式戦で皆さんにそれをちゃんと示し続ける。うん、そこはもうリーグ戦が始まってみないとね、こう示すことができないので、そこはもう今週の試合からですね、皆さんに示し続けていきたいなっていうふうに思ってるんですけど、ぜひそれをね、楽しみにしながらですね、あともう少し開幕まで、待ち望んでいただきたいなというふうには、思ってます。はい。ですね。はい。で、ちょっと半分ぐらいからコメントとかもね、読んでいくんで、とりあえず半分の時間ぐらいまでは、いつも僕ベタジャベリするんで、なんかね、コメントとかあったらですね、ぜひ、その都度言っていただけたらなというふうに思ってます。はい。で、多分ね、宮崎でも本当に多くのサポーターの皆さんが来るんじゃないかなっていうふうには思ってますし、まあ、ホーム開幕戦、1万人目指すっていうところでね、目標にしてるみたいなので、そこはね、本当に皆さんの協力がやっぱり必要で、で、僕自身、まあ、今年、まあ、改めてですけど、目標として掲げてるのが3つあって、
一つ目は、チームの、J3 優勝。そして、だから優勝して昇格するっていうこと。まあ、ここはもう、再起提言です。マストです。だから、まあ、来年以降の、この J2、J1 っていうようなところでの、やっぱ、土台にしていかないといけないので、本当にここはもう最低限やらなきゃいけないマストだと思ってます。なんで、ここはもう必ず達成します。で、二つ目、ここも僕はもう本当に、マストで僕は、まあ、それを取るために山上、移籍してきたと言っても過言ではなく、もう個人の得点をですね。で、まあ、優勝して得点を取ると。多分 MVP とかもね、ついてくると思うんで、個人3冠っていうところも、知ってはこう、目標にはしてますけど、でもこのね、得点。ね、これ具体的な数字で言うと、まあ、山川だとね、まだ19点以上取ってない。だから20点を超えるような選手って今まで歴代にいなくて。なので、20点を超えて、僕がこの山川の歴史を作ると。うん。そこを目指して、目指してというか、やっぱりそこを、示すために僕は移籍してきたと思っているので、それをこのね、シーズン38試合ありますけど、その中で、20点以上取ってですね、得点をというものをつかみたいなというふうに思っています。で、3つ目が、まあもちろんこの2つは、とても大事なんですけど、山賀の将来に関わってくることで、山賀だけじゃなくて、まあ、信州のね、未来にも関わってくることで、やっぱり、満員のアルビンを作りたい。うん、ここの思いも本当に、僕自身は、強く思って、山賀に移籍してきました。最終戦、僕が山賀と対戦をしたときに、感じたサポーターの、サッカー愛してんだな。まあ、サッカーだけじゃなくて、本当に山賀のことが好きなんだな。そういうふうに感じた、90分。で、僕はね、本当にサポーターと、地域と、そういったこうサッカー文化に惚れて、山賀にやってきたんですけど、やっぱそこをね、改めて、それでも少なくなっている観客動員数の中で、もう一度この満員のアルビンを目指すっていうところは、もしかしたらハードルはかなり高いかもしれないんですけど、でもやっぱりここも、同時に目指していきたい。もちろん勝てば、ね、優勝に近づけば、優勝すれば、J2 上がれば、J1 上がれば、もちろんサポーターは、まあ、戻ってくるかもしれない。新たに増えるかもしれない。そうは思うんですけど、でも僕はそれだけじゃないと思ってますし、でもそれを山川はやってきたっていうのを僕も知ってるし、社長とか、まあ、取締役の皆さんがですね、山川の歴史についてキャンプでね、チームに話してくれました。やっぱそこで改めて本当に地域とともにこの松本山川っていうチームは、育ってきたんだなっていうふうなのを思って、だからこそやっぱり僕がここに来た意味っていうのはやっぱそういったところにもあるんじゃないかなっていうふうに改めて強いこう思いを感じてですね。で、やっぱりそこは口だけじゃなくて、ちゃんと達成していかないといけない。選手としての、プレイヤーとして結果を出して、チームを引っ張って、チームの勝利に貢献して、得点も取って、たくさん、例えばね、メディアに取り上げていただいたりとか、ダゾーンとかに、ね、移って、どん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 この、うわ、山が強いじゃん、面白いサッカーするじゃん、そういうふうに思ってくれる。もちろん、それは言わずもがななんですけど、やっぱり地域の方々にどれだけ愛されて、知っていただいて、しいてはスタジアムまで足を運んでくださるか。やっぱそこを僕はまだまだね、松本に来て、ほぼほぼ松本に多分1週間ぐらいしかいなかったんじゃないかなっていうところなので、これからね、本当松本の皆さんと関わることだったりとか、松本の地域のこと、また歴史のことを知る時間っていうのを増やしていかなきゃいけないなっていうふうには思うんですけど、そこで、こうやっていきながら、1年間かけて、そこは、達成していきたいなっていうふうに思ってます。で、ホームのね、試合で、まあ、昇格優勝っていうのを決めてね、僕は、クリーンシャワーっていうんですか、緑の
テープをね、投げて、この昇格おめでとう、優勝おめ、まあ昇格っていう風になるのかな、最初は。なので、昇格おめでとうっていうようなのが、テープとして投げ込まれるらしいんですよ。その写真とかをね、こう見て、本当にすごい綺麗な光景なんですよね。でなかなかそれを他のチームで見ることができないと思うと、やっぱりそれをね、今年、ピッチの中で味わいたいなっていうふうに思うんで。なので、ぜひそこの、どうやったら山を知っていただけるか、もちろん僕らが頑張るんですけど、皆さんにもこう手伝っていただいて、知り合いとかにちょっと一緒に行こうよって声をかけてくださって、一人がね、一人を呼ぶだけでその数っていうのが倍になるので、そういうふうに少しでも山鹿にいいこう興味関心を持っていただけるような人を増やしていただいて、あとは僕らがスタジアムで最高の結果と、そして皆さんと共に最高の雰囲気でその皆さんを迎え入れて、でまた行きたいなって思えるような試合を僕たちが見せる、そういうふうに一緒になって、新たなね、この歴史を皆さんと共に作っていきたいなっていうふうに思うんで、まあ、そこの3つですね、ちょっと最後の、3つ目っていうところはちょっと長くなっちゃいましたけど、改めてですね、ここの3つを今シーズン、必ず達成したいなと。まあ、言うのは簡単ですよ。達成するのは難しいですけど、でも僕は言わなきゃ達成できないと思ってますし、言うからこそ自分にプレッシャーかかって、で、例えばそれでね、その基準で、その目標の基準で、やってるのに、できてないんだったら、やっぱそれって自分としてもそうですし、周りからもやっぱ言われることもあるし、だからこそ、その高い水準で僕は意識し続ければ、必ず上に行けると思ってるんで、やっぱそれをこう改めてですね、ここで公言して、目標として掲げて、で、皆さんと共に。だから皆さん、この、こっち見るともう1000人、すごいな、インスタで130人で、YouTube で900人ぐらいなんで、もう1000人ちょっとですかね。いや、竜兵が、んって。はよ寝ろよ、竜兵。そう。で、まあ、1000人ちょっとが、皆さんが承認なんで、達成しなかったじゃねえかよって、言われないように、僕は頑張らないといけないんで。そういうふうに自分にプレッシャーかけて、皆さんに葉っぱかけてもいただいて、プレッシャーかけていただいて、僕はね、多分打たれれば打たれるだけ僕は強くなって、羽ばたけると思うんで、一緒になっていただきに行きたいなっていうふうに思ってます。はい。ですね。まあそこが目標なので、ぜひ、皆さんにも協力していただいて、僕らも選手としてやっていく。で、山鹿プレミアムとか、見てくださっている方々も多くいらっしゃるんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、まあその中でね、いろいろと、多分こう書いてあるようなね、こともあると思うんですけど、やっぱり、しもさんも今年はね、本当に優勝の基準を作るっていうのをずっと言ってて、で、もう選手たちも、やっぱもう勝つためにどうするか、優勝するためにどうするかっていうところのこの水準を本当に高く設けて、今このキャンプ過ごして、来ていて、で、これからね、まあリーグ戦になっていって、でも本当毎試合毎試合、やっぱりその前の週で、前の週というか前の試合で出た課題みたいなところを次の試合で克服していく、またそこで出た課題を克服していくっていう、本当にこの一つ一つ積み上げられてきた、このキャンプだったなっていうふうにすごく振り返ってみると思っていて、で、そういった中で本当にその勝ちとか、優勝っていうところの数字を作っていくっていうのを、やっぱ口酸っぱくみんなで言っていて、みんな、本当にずっと、常々やっぱ口で、優勝する。優勝するための基準を作る。勝つ。強くなる。そこを常にやっぱ意識しながら練習、試合っていう風に取り組んでるので、まあ、そこは、僕はもう去年までの山がわからないですけど、今年は、お見せできるんじゃないかな。もちろん、うまくいかない時もあると思いますけど、でも、こう、もちろん絶対やっぱ、スポーツでやる以上、勝ってること、負けてる。もちろん、全勝できれば、最高ですけど、なかなかね、やっぱり、もちろんそれを目指していきますけど、なかなか
構ね、難しかったりもするわけで、そのじゃあ負けてる時に、引き分けてる時に、ね、いかにこの勝ち点を落とさずにいくか。ちょっとこう下がったとしても、このシーズンフルで見たときに、この長いスパンで見たときに、ちゃんとこの右肩上がりで成長していけるように。で、最後、てっぺんにいけるようにっていうようなところ。やっぱそこをですね、やっぱこうやり続けなきゃいけないので、きっとリーグ戦になったら、また違ったプレッシャーとか、いろんなね、環境だったりとかも、いろんなホームなのか、アウェーなのかとか、その日のコンディション、こう、それが天候とかね、いろいろの、芝とかいろんなことがあって、自分たちのサッカーができない時間も、もちろんでき続ける時間もたくさんあると思うんです。その中で、しっかりやっぱこうコントロールして、ちゃんと一試合通じて勝てるか、1年通して、勝ち続けて優勝できるかっていうようなところを、毎回毎回ね、この僕らは優勝から逆算しながら、勝ち点を積み上げていく。で、皆さんは、もちろん、勝つときも負けるときも引き分けるときも、この一喜一憂を楽しんでいただいて。やっぱそれってね、また、いいと思うんですよね。僕らは、もちろん一喜一憂、するときもあるかもしれないんですけど、やっぱり、こう、勝っても負けても次の試合が大切なわけで、そうやって毎試合毎試合、やっぱり大切な試合っていうのがあるんで、もう、例えばね、その試合の中でシュートミスしました。決定的なミスしました。で、そこで落ち込んで、そこで振り返っては、もうね、90分戦っていけないので、やっぱそこをすぐ切り替えていかないといけない。で、ちゃんと点を取るようにしないといけないとか、だからそういったところをやっぱ考えるとですね、この、僕らはそこまで、気持ちのこの波を作ってしまってはいけないんですけど、ただ、皆さんにはそういうふうにこう、一喜一憂していただきながら、そういった結果にも楽しんでいただきながら、僕らと共に、本当に、この、一丸となってですね、まあ、ワンソウルって本当にね、ありますけど、僕らのスローガンの中で、一緒になって、一年間通じて強くなってもらって、本当にね、ワンソウルで戦っていただきたいなっていうふうに思ってます。はい、それが僕からの思いと、まあ、チームとして今ね、こういうふうな、こう、まあ、優勝っていう基準とか、そこにね、をしっかり置いた上で、その基準に達してんの、このプレー、どうなのっていうのを、毎回自分の中で、まあ、振り返って反省したりとか改善したりとか修正してって、で、その基準をどん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 クリアして、どん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 高くしていく。うん。やっぱそれをこう、ずっと1年間突き詰めていきたいなというふうに思ってます。それをやれる集団だと思ってますし、そういった選手たちが、今年30人揃ってると思うので、そこは、僕は本当にね、楽しみにしてる、うん、シーズンだなというふうに思ってます。あとはやっぱり僕は熊本の時に、J3 で、優勝昇格して、翌年奈良で JFL 優勝昇格して、まあ去年、まあ、奈良で、1年目ながらっていうようなところで結果が出て、でその中で思うのが、本当にね、やっぱりこのチームの雰囲気が本当にこの勝てる集団であるのかっていうようなところが、やっぱりすごく僕はやっぱ同じようなこう匂いを感じていて、熊本で優勝昇格した時、奈良で優勝昇格した時、なんかそういったチームの雰囲気ってやっぱりあるんですよね、うん、で僕はね、本当に今年、まあ、優勝するってねあるんですけど、でもこう熊本もね、やっぱ3年間苦しんだんです、 J3 で。でその2年目、僕が行った1年目ですねは、何位で終わったの、9位で終わったかな、うん、8位かな、8位か9位で終わったんです。で翌年優勝して昇格したんですけど、多分ね、そういったことも思うと、本当にだからそこでしっかりいい土台はありながら、ちゃんとこのいい補強ができて、で、なおかつチームとしての基準、土台っていうところがしっかり積み上がって、大木さん2年目でしっかりこの結果が出て優勝昇格した。でそこにはもちろんチームのこの雰囲気っていうのはすごく良くて、それがなんかこのわー仲良しみたいないいとかじゃなくて、本当にお互いが高い水準で要求し合って、言うことは言うし、聞くときは聞くし、そういったこの要求と、また
ピッチ離れたらすごいこの仲良くて、いろんな人とコミュニケーション取って、やっぱそのコミュニケーションの量とか、そこでやっぱ中心になってくるのがやっぱこの年齢が上のベテランの選手たちが、そういうチームの雰囲気をやっぱり作ってくれるんですけど、そういった選手たちが、僕はねまだあの去年の、チームの雰囲気っていうのは分からないですけど、やっぱ今年来たベテランの選手たちとか、今までいる村くんとか橋くんとか、そういった選手たちもね、やっぱりこのそういった雰囲気を作ってくる。だからこそ多分若手が伸び伸びいいプレーできるんだなっていう、やっぱそういうようなこうチーム、だからこそ僕は、優勝できるって確信してますし、そういった雰囲気で今やれてるんじゃないかなと。で、たとえ苦しかった時でもしっかりそこで、こうちゃんとこう乗り越えられる、そういったこうゲームコントロール、メンタルコントロール、そこはあのもちろんリーグの中で成長していくことも必要ですけど、もう持ち合わせてるんじゃないかなっていうふうに思うんで、すごくそういった意味でも楽しみな1年になるなっていうふうに思ってます。はい。ちょっとね、30分長くなりましたけど。はい。そんなところでね、まあ今年ね、まあ今のこの雰囲気だったりとか、目標だったりとかを話させていただきました。残りはね、ちょっとコメントにも触れながら、まあ僕の思いもね、改めもう少し、まあ、詳しいところだったりとか話していけたらなというふうに思ってます。はい。で、いきなりスパチャありがとうございます。山賀サポーターです。いよいよですね、浅川選手のコンディションやチームの雰囲気いかがですか。やっぱり、まあ、雰囲気はね、今さっきお話しさせていただいた通り本当にいい雰囲気でできてますし、疑いが要求することその基準っていうところをすごく高い水準できてるなと。で、僕はまあ今までこういたチーム、まあ、どれも J3 のチームですけど、その中で本当にやっぱ基礎技術が山川の選手は高い、みんなうまいなっていうふうにすごく思ってます。なので、自分がここに欲しいっていうようなタイミングとか場所っていうところに、僕がフォワードなんで要求したところにやっぱ出してくれるし、自分が取りに行こうと思っても簡単に剥がされてしまったりとかっていうような、やっぱりこのうまさ、基礎技術の高さ、いやすごくそれは練習中感じてます。だからこそすごい味方の選手たちが頼もしいですし、去年まではすっごい厄介だったんですけど、はい、やっぱり味方につけると頼もしいなっていうふうにすごく感じてる、チームの、まあ、雰囲気と強さっていうようなところをすごく僕は感じてます。で、個人的にも本当にいい、まあもう毎試合その得点に絡むような、まあ、ゴールだったりとかアシストっていうところで、まあ、結果をこう出し続けて、いて、まずはその怪我がないように開幕に迎えるとまだもう少しありますけど、やっぱそこをこう意識しながら、信頼とか、やっぱ結果で示すっていうところは、やれてきてるんじゃないかなっていうふうには思ってます。あとは本当にね、公式戦でしっかりそれを出せるかだと思うんで、しっかり今週準備しながら、もう開幕からね、本当にフルパワーで、もう完全にいいエンジン、38試合、そのまま突っ走りたいなっていうふうに思ってます。はい。アウェイ練習して松本に帰ってきてください。そう。ビッグウェーブを起こしましょう。なんかちょっと、湘南の風っぽいな、かっこいいな、なんかビッグウェーブ。いや、本当にその、アウェイ2連戦なんですね。宮崎、琉球。だからそこの2試合で、やっぱこの、どうやってこの、勝ちを届けられるか。今年の山がっていうところを見せられるかだと思うんで、そこの試合でしっかり勝つことで、でね、ホームのこの開幕戦で、またね、1万人を超えるようなサポーターに迎え入れていただきながら、一緒になって、この勝利っていうところを、つかむ。それが僕はすごく楽しみ。思ってるので、ぜひ、いい応援を、アウェイの時はね、この画面越しだったりとか、現地に来てくださる方も結構いるじゃないかなっていうふうに思うんで、ぜひぜひよろしくお願いします。そうですよ、浅川隼人の山賀のストーリー始まりますからね、ここから。そっか、ホーム開幕戦でね。いや、本当皆さん、ありがとうございます。
ちょっとね、コメントどうやって読んでこうというふうな感じなんですけど。そう。得点王も早めに。いや、もう最後まで何が起こるか分かんないですからね。そう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 。2位に10点差つけてホーム最終戦で終われば得点をね。なるほどね。沼津ぐらいなら山笠ポ。いや、そっか、最後沼津か。いやー、関東とかだったら近いっす。関東じゃないですね。沼津は。でもまあ、そっち方面なんで、静岡なんで、まあ、近いっちゃ近いか。なんか僕もあんまりなんかまだその距離感とかも把握できてない。何時間ぐらいで行くのかとかあんま分かんないですけど。沼津5000人。だって、そこで、あ、でも、それまで決めたら、別に、他でシャーレ上げることもいけるんだろうな。ホームとかでも上げられることできるんだろうな。配球めちゃくちゃ熱かったっすよ。やばかったっす。でもこれ、配球の話したら止まんなくなっちゃうんで、ライブ終わらせないといけなくなっちゃうんで。配球の話はちょっとまた、今度にします。うん。こうやって話聞けんの。まあ、そうですよね。今までなんかそういうふうに、発信する選手は今までちょっと、まあ、いたと思いますけど、なんか、ちょっと違ったタイプの発信とかもしてたと思うね。なんか僕はどっちかっていうと、このダイレクトにやっぱり自分の思いとか、ね、それをやっぱり伝えたい。なかなかやっぱ文面じゃ伝わらないことだったりとか、なんかプレイだけじゃ伝えられないことだったりとか、いろいろあると思うんで、やっぱそこをね、やっぱこういうふうな、まあ、面と向かって、うん、だって、例えば、誰か、浅川がこんなこと言ってたよって、僕がこれでね、言ってなくて言ってたら、いやいや、こっちが正しいわけじゃないですか。うん、だから逆に、僕から出たことって、やっぱ本当にね、やっぱここが、なんていうんですかね、真の浅川隼人の思いなので、ぜひそこはね、楽しみに、1年間、一緒にね、盛り上げていただけたらなというふうに思ってます。はい。お、宮崎戦、やっぱ来る人も結構いるな。ありがとうございます。ハヤトメーターね、そうそう、作ってくださったんですけど、20点じゃ足りねえよって言っときました。はい。やっぱそのぐらい、うん、いかないと。うん、本当に。ああ、そうね。まだ開幕前ですが、今の山形で浅川選手が尊敬できる選手は誰ですか？いや、めちゃくちゃいっぱいいるんですけど、でもやっぱ、それこそ、こう、地域リーグとか、地域リーグというかね、JFL とか、そういったところもこう経験しながら、まあ、プロになって、ずっと山が一筋の、やっぱ村くんとかはね、やっぱ、練習の取り組みもそうですし、うん、その練習の前の準備だったりとか、普段のコミュニケーションだったりとか、まあ一番最年長なんで、難しい部分もあると思うんですよ。だって自分の10個、10個までは、いや、10個全然いくか、10個以上、下手し20個までいかないね。そこぐらいの距離感がある。その選手たちと一緒にプレーするわけじゃないですか。難しいことももちろんあると思うんですけど、でもやっぱり、うん、彼がこう見てきた山形の、彼が作り上げてきた山形のこの歴史とか、うん、やっぱそういったことをお話聞いたりとか、うん、やっぱりそのプレーもそうだし、日頃のこととかを見てると、やっぱり、うん、やっぱ僕もそういうふうに、この、もちろん山の皆さんに愛していただきながら、チームとしても、選手としても、そういうふうに、こうなんか、なんていうんですかね、この、いや僕は本当に、こう、リスペクトしてるんですけど、まあ自分がなんかこう、リスペクトされたいっていうと、なんかまたちょっと違うなと思うんですけど、でもなんかそういうような存在に、将来ね、この年齢が上がっていく上で、自分がなれるかはちょっとわかんないですけど、まあ、なれたら嬉しいなって思うような、うん、選手の一人かなっていうふうに思いますね。うん、
まあ、他も本当にいろんな僕よりもね、上の選手たくさんいますけど、でもやっぱり山賀にとって必要な選手、信州の地にとって松本の皆さんにとって必要な本当にね、彼だと思うんで、そこはすごく僕は日頃からもうピッチ内外でもっとこう学んでいかないといけないなっていうふうに思うこの背中だなっていうふうに思ってますね。はい。ちなみにその出身も千葉なんで、うん、もうだいぶね世代は違うんですけど、あの出身も隣の市っていうね、あのめちゃくちゃ近いんで、なんかそういったところも含めるとね、すごいリスペクトできる先輩だなっていうふうに思ってます。はい。山形で自分は救われました。生活の一部になって幸せです。12年目のサポです。まだ歴史浅いサポです。いやー、すごい。やっぱね、なんか、本当山形のサポーターの皆さん、まあ今までの本当サポーターの皆さんもそうなんですけど、やっぱね、その生活の一部になっている皆さんがすごい多いなっていう風な印象を僕は受けていて、まあね、だからこそやっぱり山形の勝利がとか、優勝することがあって、もちろん大切なんですけど、でも、それだけじゃなくて、やっぱりこの見に来た時に、軽いプレーじゃなくて、どれだけこう、パッション持ってプレーできるかとか、例えば、出るか出ないか分かんない、このギリギリのところをギリギリ書き出すとかね、書き出してこのマイボールにするとか、やっぱそういったこの小さなことかもしれないんですけど、ワンプレー、1秒、やっぱその本当にこと細かいことにこだわれるかどうか、やっぱそこの小さなことかもしれないんですけど、多分見てくださっている方々はいて、やっぱそこを僕は伝えられる選手でありたいなって常に思っていて、うん、だからこそ、そういった、まあ、この生活の一部に、山形のこのね、松本山形というチームがなってるっていうのはすごく嬉しいですし、そういった皆様に支えられて、僕らはこうやってね、サッカー選手としていられてるっていうところもあるので、本当に、これからもね、誇りに思えるような、うちらの地域には山賀があるんよって、なんかそういうふうに言っていただけるような、サッカーがいるんよって言っていただけたらもちろん間違いなくいいですけど、やっぱりこの地域にはね、やっぱりこの地域のチームっていうのは、やっぱ必要不可欠なんで、そういうふうに思っていただけると嬉しいなっていうふうに思ってます。はい。山が勝つと1週間仕事頑張る。いや、そうですよね。やっぱ38試合勝たなあかんな。そうそう、南国2連戦。いや、なんか、ちょっとね、いろいろ去年のね、選手とかも話をしていて、去年のこととか、シーズンとかも話をしていて、やっぱね、この、夏場のナイターではあるけど、やっぱこの、琉球とか、やっぱその辺きつかったっていう話をね、去年いた選手たちはしてて、なんか僕は奈良にいたりとか、熊本にいた時は、やっぱこう夏で別にナイターだったらそんなに、苦しくなかったんですけど、やっぱ松本って、どうやらめちゃくちゃ、まあ涼しいわけじゃないですよ。夏の期間が短かったりとか、もちろん他の地域に比べたら、今、名前を挙げた地域に比べたら、まあこの気温も、少なくて、気温も、低くて、で、夜になるともう少し落ちてみたいなところになるので、だから、この日頃のね、あれが慣れてないと思うんですけど、こうやって、まあ、先に九州のチームとできるっていうのはすごく大きいね、みたいな話はしてましたね。うん。はい。クリーンシャワーしちゃうぞ。しましょう、本当に。しましょうというか、してください。僕らはもうそれをピッチの中で表現します。お、すげえ、ここの場でファンになってくださった方いた。ありがとうございます。2試合連続ハットリックでアルビン帰ってきて、いやー頑張らないと。いやー、この間ね、FC ソウル戦でハットトリックしたんですよ。うん。で、もう久しぶりのハットトリックかな、練習試合も含めて。うん。まあ、基本的に公式戦っていうのが多かったんであれですけど、今までは練習試合っていうのはあんまなくて、ハットリックとかそういう場面もなかったんで、だから今年何回ね、皆さんにお見せできるんだろうなっていうのはすごく楽しみにしてるんで、僕はそこをね、達成できるように頑張ります。うお、今年は11番ユニ買いました。ありがとうございます。いや、結構多い
じゃないですかね。いや、まだ発表されてないんで分かんないですけど、トップ5にはいたっていうのは、ヤマガのね、公式 X とかには載ってたんで、まあ、きっと一番じゃないかなって僕は勝手ながら思ってるんですけど、本当に、11番来て、ね、一緒に戦ってくださってる方は本当にね、よろしくお願いしますっていうところと、僕がいただきまで連れていきますので、ぜひぜひ、ね、最高の、11番ユニにしてください。あ、これが、J3 優勝して、ね、J3 得点を取って、ね、最高の1年を締めくくったユニフォームかって思えるような、ね、シーズンにしたいので。はい。ぜひ、まだまだ、多分、募集してると思うんで、サマーユニフォームとか出るみたいだよね。はい。いや、竜兵がインスタの方でコメントで、ん?って来たんですよ。そう、なんで、そう、インスタで帰ってしまいました。そうそう、言霊ってあるんですよね。で、僕、一番好きな言葉がね、If you can dream, you can do it っていう言葉なんですけど、僕の大好きな漫画で、ホイッスルっていう、漫画があるんですね。まあ、このホイッスルの話をしたとめちゃくちゃ長くなっちゃうんで、僕の、公式のノートに、最初の方にその言葉も書いてあるんで、なんでこれが好きなのか、みたいなのをちょっと、見てほしいなと思うんですけど、で、その言葉って、まあ、ウォルト・ディズニーさんが、もともと言ったりしてる言葉なのかな。If you can dream.でも、ちょっと若干端折ってるんですけど、で、まあ、大きくくくると、願えば叶うっていう言葉なんです。まあ、大きく和訳すると。もう少し細かい和訳はありますけど、大きく和訳すると願えば叶う。で、その言葉めちゃくちゃ好きで、でもやっぱり、この、願ってるだけでね、ただの願い事なんで、やっぱそれをこう、願うこと。まずは願わないとでも叶わないんで、夢を見ることだったりとか、願うこと。で、そっからまたね、行動が変わったりとかしてって、結局最終的にそのね、願ってることが叶う。やっぱそこの部分、なんかすごく僕は大切にしたいなっていうふうに思うんで、だからこそ僕はこういうふうに、まあ今までも高い目標とかも、口にしてきたし、もちろん達成できない目標も今までも去年だって得点を取るって言って取れなかったんで、そういったシーズンももちろんありましたけど、でもやっぱり言うことで、達成してきたっていう自負があるので、今年もその3つを達成できるように、てか達成しないといけないなと思ってるんで、頑張っていきたいなというふうに思ってます。はい、本当に怪我はしないようにね、毎日のケアと、はい、まあ、チームのそのトレーナー陣にもね、支えてもらいながら、コンディションコーチ、フィジカルのね、コーチとかにも支えてもらいながら、なんとかね、1年間また、怪我なしで。僕が今、怪我したのが熊本、だから2020年の春先なんで、1月とかに、ちょっと2週間、3週間、怪我して、それが最後の怪我かな。で、YS の時も2年間で、1回、多分2週間ぐらい、1週間抜けたのかな。で、その週が天皇杯だったので、天皇杯出れなくて、その次の週のリーグ戦には戻ってきたんで、だから2週間ぐらい、丸2週間ぐらい空いたのかな。っていう感じなんで、今年も僕はね、怪我しないと思うんで、フルで、ね、38試合、頑張ってね、出続けられるように、まずは信頼勝ち取って、変えますよ。戦から出れるようにしっかり今週アピールしていきたいなというふうに思ってます。はい。うわー、ユニ買った皆さん、ありがとうございます。そうそうそう。でも僕ね、J3 しかまだカテゴリー知らないんで、わかんないですよね。他の J2 とか J1 とかのその、どういうような環境違うのかとか。でもやっぱり、ヤマガは本当に、ここにいちゃいけないクラブだなって改めて思いますね。環境もそうですし、ね、そういったこう、会社としての母体もそうだし、支えられているこのステークホルダーの皆さんの量と、皇室、それももう本当に
すごいものがありますし、地域の皆さんにも本当に愛されて、だからこそ、うん、やっぱ今年が本当に勝負の年だと思いますね。で、僕自身ももう今年29なんで、本当にここでね、一緒になって上がらないと、うん、やっぱり今後のキャリアっていうところも考える。うん、やっぱりそこは一緒になっていただきを目指していきましょう。やべ、抜けた。お、ありがとうございます。ちょっと待って。あ、結構、ちょっと待ってね。あ、スパチャありがとうございます。浅川選手、フラッグ注文した。あ、ありがとうございます。あれか、あの、大きいやつ。大きいやつ。あの、カモのやつかな。本開幕戦持っていきます。ありがとうございます。ぜひ、練習の時とかも、持っていただければ、持ってきていただければ、サインも書きますし、ちょっと試合の時はなかなかこの、触れ合うことが難しいのかな。ちょっと、僕は、あんまりわかんないですけど、はい。大きくサイン、ユニフォーム、応援していただいた方も皆さん、サインもしっかり書くんでね。あとは、11番とかをね、こう、上げていただいたりとか、ユニフォームとかだと、僕がいるときに、例えばね、前だと、まあ、背番号誰なのか分かんないとか、後ろこうやって向いてくれたりとか、逆にこの、後ろ、前、反対に来て、なんか11を分かるようにしてくれたりとか、まあ、タオルマフラーこうかけてくれたりとかっていうとね、多分分かると思うんで、もう満面の笑顔で手振ります。はい。あとは、本当に、ちょっとひいき目にやるのでね、皆さん、11番よろしくお願いします。はい。お絵かきみたい。ちょっとね、今持ち合わせてないんですよね。すいません。今年 J3 でちょっと嫌なチーム、いや、もうならでしょ。そこは嫌ですよね。うん。ちょっと自分の特徴知ってるんで、一番最初もね、こう、奈良クラブとまさかの練習試合するっていうのところでやりましたけど、やっぱり、お互いの特徴知ってるからこそ、ちょっとやりづらい感じ、紅白戦やってる感じにはなりましたけど、もちろん見方が違うんで全然違いますけど、すごく楽しみですね。まずは4月、ロードかな、行けるのすごく楽しみにしてます。山賀に来てくれてありがとうございます。頼もしすぎます。ホーム開幕戦行くのでゴール決めてくださいね。任せてください。たくさんゴール決めますよ。一緒になって喜び合いましょう。しもさんね。しもさんは、いや、僕それこそ今までも全く関わりなくてってもちろん存じ上げてましたけど、そういう、まあ、一緒にプレーしたこともなければ話したこともないようなところだったんですけど、やっぱこうオファーいただいたときにお話いただいて、まずね、本当に理論的だし、それも踏まえ、持ち合わせながら情熱的でもあるんで、もうね、心にぐさぐさ刺さるようなことを言ってくださるんですよ。で、なんかこの情に熱いというか、うん、やっぱそこをね、すごく、まだね、このこっち来てからしか、しもさんのこの、まだまだもしかしたら一面とかしか見れてないかもしれないんですけど、やっぱそこがね、本当に、僕はすごく、もう絶対、胴上げしなきゃって思ってるんで、やっぱそう言って、来た選手たちも今年はね、多くいるし、うん、まあその中でね、カズマくんがああいうふうに大きな、被害になってしまって、もちろん、カズマ君のためにも最後までね、そのトップでいて、で優勝の最後のピースになってもらうってところも、もちろんやっぱカズマ君にもしなきゃなっていう思いも強くなりました。改めてああいった、まあ、この大怪我があって、で、さらにこのカズマ君のためにとかチームでっていうのをよりこの密になってるチーム状況でもありますし、その中でやっぱり引っ張ってくれてるのはやっぱしもさんで、やっぱり本当に、僕は、男にしたいなって思うような尊敬できる監督ですね。めちゃくちゃコミュニケーションも取ってくれますし、練習とか試合とかミーティングとかでもいろんなことをね、こう
言って、でなおかつその言ったことをこう絶対こうしろっていうだけじゃなくて、こう選手のことも汲み取って、あこうの方がいいんじゃないか、あ確かにそうだねって、やっぱそこのコミュニケーションがすごく上手なんですよね。だからやっぱ人がついていくんだなって思うような監督ですね。はい。でも太陽で1時間じゃないですか。はいや。え、月間 MVP 取って背中に写真が入ってる家に販売してください。そんなんあるの？え、チームでやるのかな？あ、チームででもなんかあったか。あの、去年もあの得点王とかベストイレブンとか、そういうのでやってましたもんね。やりましょう。やりましょうというかわかんないですけど。はい。僕がね、そうなれるように頑張ります。チームに言っときます。たくさん作ってもらえるように。ありがとうございます。いやー、早いようで。本当に1時間、あっという間でしたね。インスタの方も、YouTube の方も、もうだから、1000人以上がずっとこのライブ見てくださってるっていうのが、すごく僕は衝撃的なんですけど。まあね、そういった中でもこうやって、やっぱり、熱い言葉をいただいたりとか、僕、SNS もそうなんですけど、一番最初にも言いましたけど、いろんな SNS こうで検索したりとか、掲示板見たりとか、こうやってコメントをいただいたりとか、あとは、この間もね、どこだっけ、あ、だからそのクラブハウスに初めてお手紙を、いただいたりとか、あとは練習見学を来てくださった方から、ね、そう子供からそういうふうに、なんかこうね、これ浅川選手に作ったんだって言ってくれて、いただいたりとか、やっぱそういったことを僕一つ一つちゃんと見てるので、もちろんね、なんだろうな、いろんな、こう思いをねそれぞれ持ってると思うんですけど、そういうこのプラスマイナスの意見だったりとかも多分僕はどっちかというとこう言ったりするタイプなんで、あるかもしれないんですけど、でもそれはそれの一つの意見として僕も受け入れることもしますし、そういうふうに結構僕はあんまりそういうのをあんまこう逆に探せてないんですけど、ぐらいなんかすごく皆さんポジティブに言ってくださってるんで本当ありがたいんですけど、だそれがやっぱり僕らのもそうだし、僕の力にもなりますし、こういうふうに YouTube でお話しさせていただくときに、こういうふうにコメントいただいたりとか、こういうふうに見てくださったりとか、いいねくださったりとか、もういろんなことがですね、やっぱり僕のパワーになるんですよ。だからやっぱり、こう、一人じゃないなって思うし、皆さんのためにやんなきゃなって思うし、だからこそ本当にね、この、こういったいろんな活動をですね、やり続けたいなっていうふうに思うんで、ぜひね、今後も、楽しみにしてもらいながらですね、まずは、開幕戦、はい、宮崎の試合を、マダゾーンだったりとか、現地だったりとか、で、一緒になって戦っていただきたいなっていうふうに思いますし、僕は、早く山鹿のユニを着てね、プレイするっていうのをすごく楽しみにしてるので、すごくね、この、キラキラしてる浅川隼人、ぜひ目に焼き付けていただきたいなというふうに思うんで、はい、日曜日、またね、現地とか、画面越しでお会いできることを楽しみにしています。その後もね、また、その時の振り返りみたいなところで宮崎戦終わった後ですかね、やっていこうと思うんで、それもまた SNS で上げていくので、ぜひ YouTube とかのこの登録していただいたりとか、日頃から僕の SNS チェックしていただいたりとか、っていうふうにしていただけるとね、僕の通知が行くと思うので、ぜひよろしくお願いします。はい。ということで、まあ1時間あっという間になりましたけど、今年のね、本当に思いとか、皆さんへの思いみたいなところをお伝えさせていただきました。また、じゃあ宮崎戦で、共に戦えることを楽しみにしております。今日も1時間ありがとうございました。まずはインスタ閉じさせていただきますね。おやすみなさい。バイバイ。はい。ということで、YouTube の皆さんもありがとうございました。また、日曜日、一緒に戦いましょう。お会いしましょう。ではまた、おやすみなさい。バイバイ。スクショタイム、これやっとくか。あ、今。
OK。よし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 。はい。じゃあ皆さんありがとうございました。おやすみなさーい。ワンソール。ね。はい。おやすみなさーい。